メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。ライオンズの先発は左の榎木田、対するバファローズの先発は右のディクソン、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。左の榎木田マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは中川。投げました、危ない球。第4球を投げました、直球、空振り三振。バッターは2番佐野。第5球投げました、打ちました、ファール。次は6球目、投げました、あっと引っ掛けた。中村バックしていった、ファールボール。第7球を投げた、ストレート、空振り三振、2者連続三振。バッターは3番大城。第9投げた、直球ストライク、低めタイミング合いません。投げた、ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、空振り三振、榎木田3番がうなります。リプレイをご覧ください。榎木田連続三振で切り抜けています。ライオンズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉田。投げた、スライダー、ボール、アウトローへ。さあ6球目、サークルチェンジ、空振り三振、4連続三振になりました。先ほどのプレーです。バッターは DH のロメロ。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、これも空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、サークルチェンジャー、ボール、アウトコース低め、ボール。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、インロー際どい球、ボール。第6球は打った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。第2球打った、流し打ち、ファースト頭上を越えた、打ったバッター一気に二塁へ向かう。白崎、いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。投球これから4球目、打ちました、ボテボテのサードゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ライオンズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表が終わって0対0ライオンズピン。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは若月。投げました、まっすぐ見送ってストライク。第3球危ない球。第4球は打ちました、ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。見送ってボール。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。さあ投球は5球目、投げました、アウトコース低め、外れてボール。投げました、直球、空振り三振。打順は1番に帰って中川、今日の第1打席はスイングアウト。投げた、4球目ストライク、ここは1球見ます。投げた、5球目ストライク、投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。最後は空振り三振で仕留めました。3回の表が終わって0対0両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは佐野、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、ストライク、追い込んで投げた、一つ外した、ボール。さあ4球目、スト
後はもう第5球投げました。打ったいい当たりだ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番大城。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。1球目ストレート空振り。第2球投げました。ボール、アウトコースへ。第3球を投げました。見送ってストライク。投球これから4球目。内角低めいっぱい、見逃し三振。レフト吉田正尚。第5球投げました。ボール。さあ6球目投げた。打った、痛烈な当たり、ライナー破った。吉田いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは指名打者ロメロ。第1打席はファールフライに倒れています。ライオンズここは引っ張りに警戒します。投げた、内角低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます。インハイの直球はボール。投球これから5球目。打った、これはサード間に合いません。ファールボール。投げた、外角低め、外れてボール。第7球を一塁ランナー自動的にスタート。三振、毎回奪三振を続けています。4回の表が終わって0対0、依然両チーム無得点です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは白崎。投げた、ボール。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。低めいっぱい、ストライク。外角低め、見送ってストライク。第6球は打ちました。レフトフライ、飛距離は取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番山梨。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、スラム。空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9球ストレートはストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目。スラーブ空振り、少し迷ったか。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、変化球、空振り三振。2者連続三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。5回の表が終わって0対0、バファローズこの回も得点を挙げられ、バファローズ追う展開で迎える6回です。バッターは伏見。投げました、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打小田。バファローズ代打構成に出ます。投げた、外側決まってストライク。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。第3球一つ外してボール。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、ファールボール。第5球投げました、打ちました。第6球はアウトロー、ストレートは外れてボール。投げました、カットボールはボール。投球これから8球目。流し打ち、どうだ、ヒット。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、ランナー2塁でストップ。小田ツーベース、ライオンズ同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ピンチヒッターはマレール。バファローズ続けざまに代打を起用してきます。投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク。追い込んでいます。ストレートはボール。第5球投げました、空振り三振。バッターは3番大城。ここまで2三振といいところがありません。投げました、直球ストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。えのきだ、ナイスピッチング。リプレイをご覧ください。
榎田ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。6回の表が終わって1対0ライオンズ1点。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは吉田、カットボール見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、打ったに当たりだ、ヒット、ボールが点々と転がっている。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。吉田ツーベースヒット。さあここは守りどころです。第1球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、インローの直球はボール。さあ4球目決まった、ストライク。第5球投げました、空振り三振、アウトコースの変化球です。サヨナラ勝ち、ライオンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。